ンビットハート。ミカドお兄さん、あなたが嫌いです。ミサネちゃん、ミサネちゃん、僕ともベッドの上の関係を過ごそう。よー、せつなケースだよ。よっしゃー、秋高くんたちが何か起きてるみたいな感じの予感を察知したミサネちゃんの言うことに従って、僕らはまた秋高くんたちと合流することにします。ここか。ここじゃ。何してんの？そんなとこに沿い込んで。あれ、秋高くん、ピックはどうなったの？おう、おかげさまで見つかったぜ。やっぱり犬ってのはすげえな。初めて犬を見たような人の反応やな、それ。犬ってのはって。他のみんなは？いや、なんか青いのが揉めて、変な連中についてかけてる。わあまたシャッチー、お前なんか揉め事を起こしよったな、お前。トラブルメーカーだな、あいつは、生粋の。夏木くん。ちょっと待って、メサイちゃんが感じて予感で、秋田くんじゃなくて、シャッチーの方だったか。なんか様子も変だし、ワンパンとか何とか言って、やべえ気もしたけど、面倒だし、一応、リュウニーにポツッと言ったから、まあ、大丈夫じゃね。それ、大丈夫じゃないよ。全然大丈夫に感じないな、秋田くん。シャッチーのことはどうでもいいと思っとるタイプだとしても。それで、秋田くんはハッカーを探してたんだよね。そうだった。ハッカーが何かも分からんままハッカーを探してたな、こいつ。あー、まあそっちも見つかった見つかったなんでだ、どうやって探して、どうやって見つかったんだ頑張って探せば、ハッカーのことを知った上で頑張って探しても見つからんもんだぞ、お前。それって、相田くんの後ろで紅茶を飲んでいる、そう、綺麗なお姉さんかな。うおめっちゃ美人やないですか、秋高くん。あら、失礼。休息を取っておりました。これなんだハッカー系の、ハッカー系のモデルな。ハッカーを、あれか、職業の、プロフィール欄の趣味にハッカーって書く、ハッキングとか書くタイプのモデルさんかな。私、トバリと申します。でも、お見知りおき。ああ、このお姉さん。友達になっとってそうはないタイプの人間だ。どうもトバリさん、俺、僕はナラシです。あ、ナラシくんもちょっとこの大人の色気やられて、ちょっとご丁寧な喋り方になっているよ。あれ、メサイちゃん、メサイちゃん敵意を燃やしている。この大人のお姉さんは自分の幼児体験を聞いて大人のお姉さんに敵意を燃やしている。大丈夫だよメサイちゃん、牛乳とか飲めば多分大きくなると思うよ。どうしたんだ、なんか不機嫌じゃんそいつ。そうなんだよね、やっぱり小さいの気にしてるのかな。あらま、女性の私が申し上げてもなんですが、なんて呼ぶんですか、トバリさん。そんな女人って書いてなんて呼ぶんですか、そういうその2文字並びは見たことないっすね。俺女人って思うこれは繊細なので、花をめでるように扱ってあげなければ。花をめでるね。それでお姉さんはハッカーらしいですが。ええー、そうですわ。野宮くんやキライくん、小空さんたちと今回このようにご一緒させていただいております。ちょっと待ってお前、これまでのハッカーはさ、何かしら追い込んで自白させたような感じやけどさ、何も追い込んでもないのに自白してきよったぞ、お前。最近のハッカーでそんな普通に自白してくるタイプのやつが多いのか。過去のハッカーも知らんけど。ハッカーはその4人だけですか。ええ、そう。とは言っても、あなたはそのまま死にそうにはありませんわね。だってあの人がおるんだろ、あの人。あの人自体はハッカーじゃないってこと？あなたたち4人の他に上に誰かいらっしゃるはずです。ああ、ミサイちゃんもそう思う。ふむ、もうそこまで情報が知れているのですか。コトラさんあたり続けば喋りそうですし。ああ、トバリさん、あなたは続かなくても喋ってるけどね。でも、あなたは少し聞き方が悪かったですわね。それで私に、私たちの上に誰かいるのかわからないという情報を与えてしまったのですから、それについて答える気はないと。
ええ、私は他の方々とは違い口が固い方ですので、その期待にお答えできないかと。え、固い方なのか。でもお前ハッカーってやつで悪いやつなんだろ。ふむ、私たちは別に悪いと思ってそういったことをしているわけではありません、トマリさん。自分が悪いと思ってなくても、よそから世間から悪いと思われたらそれは犯罪者だよ。むしろ正しいと考えているからこそ、あなた方の方が間違っていると思っております。ん？うん、難しいことわかんねえけど、何のためにそんなことすんの。軽い、明らかにこの聞き方、これは軽いぞ。あえて言うのでありましたら、そうですね、あの方がおっしゃっていたのは世界平和のためと、まあなんともお子様のような野望をお持ちでしたわね。世界平和。子供の頃にたまにあるよね、僕の夢は世界平和です。いや、そんな子供おらんか。ふーん、お前らは違うんだ。この力は使いようによっては世界を征服することだって滅ぼすことだってできますから、世界平和だなんて一番くだらない未来だと思いませんか。いや、世界平和ってさ、誰しもが思いながらも誰しもが達成できない夢のような夢だぞ。夢のような夢ってなんだ。つまりその上の方とあなたたちとの目的は一致していないってことですね。ならばハッキングで傷害事件を起こしているのはあなたたちの独断であると、そう判断してよろしいのですね。いや、そんなこと聞いてもさ、ええ、そうですわって言ってくれるものなのか。ええ、そう考えていただいても構いませんわ。言ってくれたー、言ってくれました、言ってくれましたよ皆さん。さて、ずいぶんヒントも与えさせてもらいましたし、大工をいただきましょう。大工、え、それは何ですか。僕に裸になれって言うんですか、お姉さん。あの、俺あんまりお金持ってないですけど。あら、お子様に金銭を要求なんてしませんわ。そうね、でもあなたたち少し厄介だから、海鮮一本それで十分でしょう。海鮮、うわあ、ハッキングだ。え、は、これは一体何をされたのですか。うふ、いえ、ならばおまけとしてもう一つヒントを与えてあげましょう。野宮くんがウイルスを生成し、キライくんがプログラムを内部処理をして、私が管理プログラムとの回線を切断、ウイルスを送ります。あのおじさんは、あの方もキライくん並みにはいかなくともプログラミングは少し少々できるらしいのですが、ほぼ雑用、もとい謝罪係ですので、一番損な役割、あの人。見かけ通りで損な役割。おじさんなんかかわいそう。まあ、ビットフォンを利用した回線が全て途絶え、他との連絡がつきにくい程度ですわ。赤外線は使えますので、友達作りに影響はないかと。そんなところフォローされてる。友達はいなくなりませんよ、みたいな。そんなところフォローされてる。一応変なところフォローしてくるやん、このハッカー。ああ、先ほど申し上げたように、回線が途絶えた状態ですと、管理プログラムの保護処理が受けられなくなりますので、ウイルスの感染速度が非常に速くなりますわ。長々と失礼いたしました。それでは、ここのあたりで。だから残念だったな、お姉さん。俺たちはウイルスを駆除するソフトがあるんだぜ。残念だったな。で、なこれ、のんきだ。あきらくん結構ハッキングされてるのに、のんきだ。ウイルス、ちょっとやばいんじゃ。あ、バスターアプリ。そうだ、むさえちゃん。あきらくん、俺がまた駆除するから、このアプリをダウンロードして。二人は仕方がないでね。よっしゃー、前のやつと一緒の手順だ。手順変わらんのか。この X とか Z とか C とか分かりにくいんだよ。どこで Z とか見えないからね。ちょっと、はい。はい。Z、右下、X。C、Z、X、Z。これは早い。よーし、七種キュアリング。ナーシキュアリング入りました。ナーシキュアリング入ったらウイルス駆除できます。よし、これはビットフォンに備わっているウイルス対策プログラムと同等のものであるようですね。
つまりはプラマイゼロ。でも回線は切られちゃったから電話とかで連絡することはできなくなっちゃったね。うわ、ポスイ使えんのじゃん。ポスイ使えんようになったってことこれ。でも最近のスマホがさ、回線切られたらさ、もう何もできない。スマホに頼っているみんなは気をつけろよ。何の話だこれは。何だ、わかんないかも。ごめんね、相田くんも巻き込んじゃった。ん？ああ、俺のは聞いていない。なんか知らないけど、お前ら二人だけじゃね。ずるいぞ、秋高くん！なんでお前は大丈夫なんだ？ずるいぞ、秋高くん！え、ムサイちゃんは、切れてるよね？ん？ええ。くそ。んだよ、これ、差別かよ。いや、よかったんだよ。君の、切れてなくて、やった、よかったーって、ラッキーみたいなところだと、お前。なんでお前自分もどきもりしてみたいな感じに思ってるんだお前は。いや、消えてない方がいいんだけど。あ、なら夏影くんたちがどこにいるか連絡できる？夏影ってあの青髪の野郎だろ。絶対やだ、気に食わねえもん、あいつ。ちょっと待って、そういう人間関係を切るようなことやめまってもらえませんかお前。性格改正つながってるのに。じゃあみゆみさんに連絡先俺覚えてるから。お、ちょっと待ってろ。あと、さらっと秋田くん頭の中でよし女のメアドゲットみたいな感じのことを思ってるだろう。いや、思ってないか。ごめん、君はそういうタイプの人間だよね。もしもし、ああ、俺違う、会いたか。そう、どこにいるか聞きたいって。いや、詐欺じゃねえから。ああ、そう、じゃあそっち行くわ。じゃあな、なんでちょっと詐欺師に思う、間違えてんだお前。なんでお前ちょっと詐欺師に間違えてんだお前。バックストリートに連れて行かれたんだって。そこ、相田くんのお兄さんがいたよね。反応ねえから寝てんのかも。ああ、そっか、ありがとう。じゃあ、そこに行こう。おう。今行くぞみゆみさん、助けてあげるよ、みゆみさん。シャッチはいいか。わあ、あれ、アイラさん、アイラさんじゃないか。アイラさんめっちゃ囲まれてるやんお前。じゃあワンパンデッドで人を叩き込ったらさ、挑戦したい日やからも出てくるだろう。こいつっすよ、例の紙袋女。うん、こいつが例の紙袋女か。ジョジャン、ちょっと田中介。元気ね君。はい、ズラを貸すというのは顔のことで、それともズラの言い間違いでしょうか。のんきかお前は。マイペースかお前は。てめえ、これはスキンヘッドっていうおしゃれなんだよ。ああ、なるほど、ハゲはおしゃれ。アイラーまた一つ賢くなりましたね。お前おちょくってるだろお前。本人その気がなかったとしても前からおちょくってるだろうって思われても仕方ないぞお前。イラつくやつだな。いいから、ワンパンデッドで痛い目見せてやる。いいえ、それは間違いですね。アードの方が間にかけ勝てる確率、ズバリ、ゼロか小数点以下です。くそ、煽りやがって。解説をお願いしてもいいかな。ああ、ゲーセンでぶっ飛ばされた連中の仲間らしくてよ。それで仕返しやってきたらしい。なんと、ヤンキーらしい素直な理由でよろしい。心配だから僕らもついてきましたが、その肝心の本人が様子ですね。どうせね。なるほど。心配といえばハリア君、前から言っているけど配達の方は大丈夫か。頼もしいですのね。でも喧嘩する気満々だけど止めなくて大丈夫なのかな。ねえミサイちゃん。ほほほ、興味津々じゃないか君、喧嘩に。え、ああすいません、何かおっしゃいましたか。なんだ、調子でも悪いのか。いいえ、私のことは気にしないで、少し考え事をしていますので集中させてください。考え事、なんで考え事ってよお前。それでもし夕飯何にしようか、そういうしょうもないことだったらぶん殴るぞ。悩み事でしょうか。恋か、もしかして恋なのか。ミカドお兄さんとの恋なのか。ベッドで二人気になったもんね。まあこいつずっと一緒にいるし、それなりに受けるダメージはあるんじゃねえの。ああ、そっか、俺のせいか。じゃあ俺がミサイちゃんの分まで頑張らなくちゃ。そうは言っても何すんだよ。抱きしめてあげる。
ムサイちゃんならこう言うはず。アイラスを止めなければ。サイヤーグーメガーメガー、もうぶっ飛ばしていくけど。次なら、そうだアイラさんに話を聞くんだ。でもすでに一度お話をされてますよね。何のために聞くのかが、明確にいないと迷走してしまうのでは。おお、鋭い、ハリア君。じゃあ、あれ、アイラさん、アイラちゃんは本当に人間なのかどうか。おう、それはつまり、一体全体どういうことですの。アイラちゃんはアプリを使用してないって言ってたけど、それでも一人の子が女の子が一回り大きい、あの人たちをぶっ飛ばすのは難しいかなって普通に考えたらそうやな。つまりそういうことができるってことは、アイラちゃんは人間じゃないんだよ。な、ナーシさん、ムサイさんがいないからって急に動揺しすぎてませんか。あれか、ナーシ君はムサイちゃんがそばにいたら男を見せるタイプの人間なんだね。めっちゃ噛んでるやん。深呼吸ですの。あー、そんな深呼吸の仕方あるか。あーってなんだお前。で、ぶっ飛ばすの、はーすんの。ぶっ飛ばすのはやっぱりいけないから、普通に少し話をしてみるよ。おう、それはあの紙袋のことだろう。他のやつらともはーすんの。あの人らと話そうとしたら拳で語り合うことになりそうな気がするけどね。同じ語るでも全然意味が違うぞ。人増えてねえか。てかこいつらなんか皆目がうつろでやばいんだけど。やばい。人の集まり方は多分ガンダム無双とかそのあたりの感じなんだろうが。わあ、どうしたハリア君、今さえなって吐いてたこと忘れてたとか言い出したらぶん殴るぞ。襲っていきますの。ちょっと待って。ナーシ君らを巻き場で行くパターンのやつか。よっと。おい、話すんなら早くしろ。それ前、こいつらの相手しておいて言えるからよ。わ、すごい、強い。殴っていいのか。殴らねえと俺が殴られるじゃんか。殴られたら痛えし。嫌ならやれる前にやっとけ。おーっと、シンプルな理由。そういう感じ、好きですよ。ま、話なんて通じそうにねえしな。ミユミと、あとハリアだっけ。お前らは下がったとき、そこへ突っ立ってるミサイってやつも引っ張ってな。ごめんなさーい。危なきことには近寄らすな。立派なナイト様がいらっしゃるのですから、お言葉に甘えさせていただくですね。でも大丈夫か、シャッチ。これがもらえて市場停止とかならない。しかし、一人が正常で周りがおかしくなる。つうの。雪中の時と同じじゃないのか。わお、確かに。で、ハッキング、もしく、それ言うたら、アイラちゃんが、ハッキングされてあんな感じになってるみたいな感じになってるやん。だから、その紙袋も。てえな、クロックス野郎、誰殴ってんだ。ん、あ、ごめん、当たった。わざとらしい。なんかわざとらしく見えるね。くっそ、鬼を一発殴らせろ。受け身取ってんじゃねえよ。なんだこれ。みんなが頑張ってくれてる間で、発信しなくちゃ。第二次災害も、起きかねないし。なずき君も言ってた通り、もしかしたらアプリじゃなくてウイルスで、それで他の人が感染してるって可能性もあるし。そのためには、アイラさんが、ね、アプリを利用して、いや、ウイルスに感染かな。ともかく普通なのかそうじゃないかを確かめる。というわけで、ウイルスに感染している場合、情報の食い違いがあるから、炭で震えてるポテトさん、アイラさんについて教えてください。なんだ、何が聞いた。いたんだ、君。アイラさんは人間ですか。アイラは、アライは人間だわ。え、どうした、ポテト。お前、なんか、しばらく見ない間にキャラ変わった。あ、心を読まなくてもほぼ嘘だってわかるな。これ人間じゃないパターンのやつか。うん、オッケー、それが分かれば十分だよ。あれれ、もうアイラは様子見ですか。いや、もう一度
話を聞かせてくれないかな。ふむふむ、オッケーです。ほほ、なんだこれ。